どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン番外編、続きを始めていきましょう。今回なんですが、まあ武将に会うで、今回から剣心に行こうかな。もう残り少ないので番外編、まあ第1回番外編という形になるとは思うんですが、これ番外編一通り終わったらまた喋るとは思うんですけど、まあ今のうちにちょっと喋っとくと、まあ、これ終わり次第1回また5のストーリーモードをやって、また次まあ多分5の番外編やるならやって、セブンにまた戻ってきて、多分セブンのストーリーモードやって、まあどこかしらね。で、またセブンの番外編やってっていう形で、番外編は、その時までセブンの方はお預けという形になりますね。これが終わり次第。まあ今いる家康とか捕まえてもいいんだけどね。でも同盟国だから、喧嘩売るのめんどくさいこともないか、一瞬で終わりそうだな。一瞬で終わりそうなんだよな。一応なんか戦力的にはなんかそこら辺にしか、まあでもチラパラはばらけてるからな。あんまり下手なことするとあれだし、まあ取るのであればこの人かな。こいつこう3番目優勝、なんて読むのかわかんないんだけど、なんとか直行さん。あの人は取れるかな。まあ、あと家康ぐらいかなって感じですね。では、まあ、早速、剣心から行く？でも、剣心まだ一回も見てないしな。剣心行こうかなと思ったけど、先に義弘から行っとく？一回見たもんね。あの、鬼島津っていう話があったよね。ただ、忘れないうちにこっち先行っとこうか。まあ、ちょっともう、あの時期から、ちょっと俺びっくりしたわ今。ちょっとスワマ殿、近づきすぎだよ。抱きしめてるね。すんごい抱きしめてるね。昔の義弘よりさ、ちょっと髪長いよね。なんとなくおとなしめな雰囲気もあって、髪が長いおかげなのかして、ちょっと可愛いんだよな今回の義弘。前は、まあ、前からもっと可愛いんだけど、なんかちょっと違う雰囲気あって、今回いいね。よしひろ、静かに声を立てないでよしひろ殿、それに近いのはしょうがないだろう。どこにいるの君たち。お互い必死に声を押し殺しながら、ただただ気配を殺す。しかもこんな窮屈で真っ暗な中で。そこに艶めかしい声が聞こえた。さあこっちへ来なさい。お前の綺麗な体を見せておくれ。ほら恥ずかしがらずに。相変わらずスケベなんですね、お前さんたら。でも私もお前さんに触ってほしくて、さっきから体が薄いてるんですよ。おお、確かにその通りだ。どこですか。肌をほてらせて白く生めかしいうなじまで桃色じゃないか。要は昔の、多分でも昔のラブホみたいなとこはないだろうし、義弘がいる以上こういうなんか、なんだっけあれ、なんだっけ、ああ、キャバクラ的な、ああいうのでもないだろうし、ここでしょ、ここ。それもこれも、お前さんがいけないんだよ。私のここを、こんなにしてしまう、お前さんがね。なんで明日ないの。男と女がこんな場所で。あっと、義弘殿の体がどんどん熱くなるのがわかる。顔を覗き込まなくてもきっと取り乱す寸前のような顔をしているに違いないことも。何しろ今この壺の外では男女の仏寺仏、なんだっけ、なんて言うんだっけそれ、つむぎごと、これね、前読んだことあるんだけどね、だっけ、ジョージとかだっけ、
む、あ、もう普通に6つごとでいいんだ、これ。それは、違う読み方してるわ、きっとずっと。男女の6つごとが今まさに行われようとしてるんだから。あ、違う、よいしょ。ツボ？ツボっつった？ツボに入ってるの？それにしても、どうしてこうなったのか。ツボってことはさ、クリアかなんか？これでだいたい半分ぐらいかな？中にある蔵を半ばひっくり返して、俺は埃にまみれた着物を払った。うわ、カビ臭い。これは今晩は早めに風呂に入らないとな。とは言っても、終わるまではここ動けないんだが。がっくりとつぶやいたその時だった。見知った顔が蔵の前を通りがかり、俺に気づいて足を止めた。あれ、そうなの？こんなところで何してるの？ああ、吉弘殿。いや、蔵の整理をしようと思ってな。それでいろんなものが外に出してあるんだ。ちょっとかわいそうね。適当に積み上げた書物や道具の数々を手に取り眺めて、吉弘殿が苦笑いする。そうなんだが、必要な書物を探してたら、どうにも散らかってるのが気になってな。それで、いつの間にやらって感じかな。綺麗好きなんだ。私なんか自分の部屋の片付けだってしたくないのに。それでも誰かに命令すればいいことじゃないの？みんなだって忙しいんだ。俺の思いつきで仕事を増やすわけにはいかないだろう。それに俺が片付けておけば、次に使う人だって気持ちがいいだろうしな。あれってことは、これ蔵？違うよ。それが俺の仕事だからだ。戦にしろ、祭りごとにしろ、滞ることなく全てを進行させるのかな。でも、そういう気遣いができる人ってなかなかいないと思うな。やっぱり相馬殿は優しいんだよ。優しいんだよ。ああ、ありがとう。そう言ってくれると嬉しいよ。片付けしたくないっていう人が何、どんな気まぐれでしたか。いいのか、助かるよ。正直あまりの散らかり具合に途方に暮れていたところなんだ。そんなところも相馬殿らしいね。おせっかいで首を突っ込んだら余計に大変なことになるってところがさ。まあそうだね。あはははは、俺ってそんな風に見られてるのか。乾いた声で梅子が、すでに吉弘殿は片付けに入っていて、俺の言葉は届いていないようだった。仕方なく疑問はひとまず放っておいて整理を進めた。よっと、こっちのこれはここに並べてと、いろんな荷物が突っ込まれたつづらを担ぎ上げて蔵の中へと入っていく。ああ、おまけに、かんぬきをかけられたら中からは開かないからな、気をつけないと。閉じ込められたことあるの？まあ、幸い事なきを得たけどな。その時のことを面白おかしく話そうとしたその時だった。待ちかねたよ、お前さん。すまない、上役のバカがヘマしやがってね、許しておれ。代わりにたっぷりと楽しませてやるから。ああ、でも、偉そうなことを言って。楽しむのは果たしてどっちなのか。この蔵でそれをしてたってことか。入り口の方で声がした。振り返れば男と女が何やらいい雰囲気でお互いを見つめ合っていた。あれ？誰だろう？あれは相引きだな。俺たちがいるのに気づいてない、ないらしい。やたらと驚いて吉弘殿が目を見開く。しかも向こうはこちらに気づいておらず、イチャイチャとお互いの体を抱き合い、さらには口ついまで始めた。上手になったね、お前さん。
まだ散らかってるんじゃないの？もうほとんど片付けた後なの？そうじゃないと普通気づくよね。しかも勝手に開いてるわけだし。そうだな、合い引きするなら自分の部屋でしろとたしなめてやるか。そう答えたその時、いきなり肩をつかまれ、つい手が引っ張られた。こっち来たよ、そばだ、隠れないと。え、なんで、ちょっと吉弘殿。こっち、この中。この中って、いや、そもそもなんで隠れなきゃいけない。うわで、今の状況にあると。そして今に至るというわけである。綺麗だよ、会うたびにお前は綺麗になるね。さっきもチラチラ見てたんだけどさ、どんな状況？相馬が抱きしめてるのはわかるんだけど、吉弘が両手、胸の前にあるし。相馬くんあぐらかいてる上に吉弘が座ってるっていう構図でいいのかな、これは。わかりにくいな。そういうお前さんは会うたびにお世辞がうまくなるじゃないか。世辞なんていうもんか、この綺麗な体の前じゃどんな言葉を尽くしたってかなわないんだから。それが世辞っぽく聞こえるって言うんだよ。けどまあ悪い気はしないね。この声って、つやめかしさの澄んだ声に吉弘殿が体を こわばらせて体温を熱くする。別に隠れる必要なんてなかったのに。こんなところで合いびきなんかするなと注意するだけで済んだのに、下手に隠れたがために今更出ていくこともできない。そんな状況に頭を抱えたい気分だったが、この状況ではそれもできなかった。察するに吉弘殿はこういうことに不慣れなんだろう。それで慌てて逃げて隠れてしまった。そんなところだろうか。しかもとっさに隠れた壺の中は想像以上に俺たち二人にぴったりで、密着した場所から体温の高まりが分かって、吉弘殿の動揺が手に取るように伝わってきた。ああ、これは終わるまで待つしかないな。すまない、だがこの状況じゃしょうがないというか。また耳が崩れたいってば。おい吉弘殿、落ち着いて。もぞもぞと吉弘殿が体をくねらせ始めた。犬連れの音で外の二人にバレないかとヒヤヒヤしながら落ち着くようにささやく。するとそれがまたくすぐったいらしくて、吉弘殿はうなじまで真っ赤にさせて声を飲み込むようにして押し殺した。それでもわずかに声がこぼれて、その度に背筋に冷たい汗が流れる。こんな状況で見つかったら、出ばがめと思われるか、あるいは俺たち二人こそが合い引きしてたと思われるかのどちらかだ。どっちも名誉からは程遠い評判がつくのは目に見えている。綺麗だ。綺麗だよ。気にしてないね。幸い外の二人は自分たちのことで夢中なのか、こっちには気づいていない。吉弘殿もただただ全身を真っ赤にして体をこわばらせるだけだ。このまま行けば何事もなく済むだろう。しかし余裕のない吉弘殿はカタカタと全身を震わせる。呼吸の一つ一つが吐息のように大きく、体温がこぼれるように熱い。そんな俺たちに気づくことなく、嬉しそうな声を残して足音が去っていった。あれ、閉められるんじゃね？終わった。そうみたいだな。だが、まだ油断するなよ。すぐ近くにいるかもしれない。確かめてみる。吉弘が確かめるのが、いいよね。そこからわずかに顔を覗かせて、吉弘殿が辺りを伺う。しばらくして誰の姿も見当たらないのか、肺を空にするようなため息をついた。びっくりした。やっと終わったみたい。ああ、そうだな、よかった。
何とか最後までバレずに済んだらしい。そのことに俺もほっとして腰を上げようとして、あれうまく立てねえな、吉弘殿、すまないが先に壺から出てくれないか。どうしたんだ吉弘殿、まさかとは思うが、あーっと血の毛が引いていくのが伝わってくる。それがどういうことなのか分かって俺も自分の血が凍るような恐怖を感じた。ま、待ってくれ、嘘だろ、冗談だよな。吉弘殿が口を開く前にそう言って、俺はぐっと体を持ち上げるように力を込めた。だが二人の体はびくともせず、それどころか余計に圧迫されるような苦しさだけが伝わった。すまない、だがこのままだとずっと出られないんだぞ。そうは言っても、あだからそこはダメだってば、触れないで。うわ、わ、悪かった悪かったから暴れないでくれ吉弘殿、揺れてる、壺がグラグラって、うわぁ、倒れる。なんか今音がしなかったか。確かめてみるか。って、そこが倒れた。な、君主様？それに島津様まで？あははは、すまないが助けてもらえないか？私今、人生で一番情けない状態かも。よかったね、そいつらいて。結局あの二人に助けられて俺たちは事なきを得た。しかしその時あの二人に言われた言葉が今でも重く胸にのしかかっている。お二人も相引きですか。二人はそう言って俺たちをニヤニヤと見つめていた。それを否定も肯定もせず、吉弘殿は真っ赤になって逃げるように走り去っていった。否定することすら恥ずかしかったんだろう。なので俺がちゃんと否定しておいたのだが、何がそういうことにしておきますだ。いや俺はいい、だが吉弘殿にとっては不名誉なことに違いない。あの様子だと恋愛経験なんてないだろうし、うまく気持ちの整理をつけられるかどうか怪しいもんだ。俺たちの関係がこじれたりしなきゃいいんだけど。あ、まだ続きそうだね。これは普通に終了していいかな。それを見るがゆえに、新しい人がうんぬんかんぬんっていうのが出るまでは放置でもいいかとは思いながらも見ちゃいたいんだよな、いればなーみたいな雰囲気があります。あ、いないですよね。あ、普通にイベント来た。熱くなった耳を触りながら、私はゴロンと畳に体を預けた。あの日以来、ずっとこんな調子だ。おかげで相馬殿とは、おかげで相馬殿とまともに顔を合わせられない。どんな顔して会えばいいのか、全然わかんないよ。あんな風に男性と密着したのは初めてだった。それだけでも恥ずかしいのに、隠れた壺の外では男と女の人が、ひらりとあの声が脳裏をかすめるだけで、もだえて畳の上をゴロゴロと寝転がってしまう。それぐらい恥ずかしくて、私は必死に当時の記憶を頭の中から追い出そうとするのだけど、どうして頭の中から消えてくれないの？ゴンゴンと畳に額を打ちつけても、どうしても思い出してしまって、私は体中の血が沸騰するような感覚に苛まれたでいいのかな。これは全然知らない、誰も教えてくれなかったんだもん。まあ吉弘はと豊久だけだもんね、今回いるのね。
よしねとか、イエちゃんとか、トシちゃんもいないしね。でも、最初は切なそうな声だったのに、最後はすごく気持ちよさそうで。また考えてる。再び畳に額を押し付けて邪念を振り払う。でも、どうやったところで頭の中は桃色な妄想でいっぱいだ。私もいつか、あんなことするのかな。だとしたら相手は、トーマ殿はああいうことに慣れているのか、平然としてたけど、まあ、あっちこっちで引っ掛けてますから。気がつけば私はあの男女に自分とソーマ殿を重ねてしまっていた。あのたくましい指が私の体を這い回り、大切な場所に触れて。ダメ運動しよう。思いっきり体を動かしてすっきりしよう。それがいいかも。叫んで私は部屋を飛び出した。けれど道場にたどり着いて中を覗くと、そこにはソーマ殿がいた。ダメ今はダメ、中に入れないよ。あ、出た、あの近未来型の槍、まあ、なぎなたかな。慌てて私はそのまま周りを右をするけど、あ、ヨシヒロ様、ちょうどよかった。稽古をつけてくださいませんか。手に見つかってぎくりと私は足を止めた。私もお願いします。ヨシヒロ様直々の手ほどき受けとうございます。珍しいね、あの女中じゃなくて女兵って出てるよね。これ女兵とかの方がいいのかな。どっちだろう、女兵、普通の兵士、女兵。難しいね。私もです。鬼始末の槍さばき、どうかご教授お願いします。あっという間にわらわらと兵たちが集まってくる。断りきれず私は仕方なく道場に戻った。あ、女兵でいいのかな。あ、でも女性兵士、あ、でも性はついてなかったからな、女兵なのかな、この場合。やはり読み方としては、あ、スマホ落としてる。ヨシヒロ殿じゃないか。少しいいか。汗を流していたところ、女性兵に囲まれながらヨシヒロ殿が道場へとやってくるのが見えた。あ、多分こうなんだよね。女性兵でさっきのは女兵みたいな。あの日以来まともに話せていなかったこともあって、俺は駆け足に近づくのだが、まるで逃げるようにヨシヒロ殿は視線をそらす。まあ確かに気まずいよな。そう思って頭をかいていると、不審に思った兵が首をかしげて尋ねてきた。あの、どうかなされたのですか。ひょっとして喧嘩でも。あ、いや、そういうことじゃないんだ。ただいろいろあってな。そう、いろいろあったの。喧嘩とかそういうことじゃないから気にしないで。事情はよくわかりませんが、何かわだかまりがあるなら、お二人で手合わせでもしてすっきりされたらどうですか。手合わせね、俺はいいけど、ヨシヒロ殿は。なんとも極端な提案だが、ずっと気まずいままでいるよりはマシかと思って尋ねる。するとヨシヒロ殿も同じ気持ちだったのか、軽くなぎなたを振り回しながらうなずいた。いいよ、ずっともやもやしてるより暴れた方が気分転換もできるだろうし。なら決まりだ、早速始めよう。がーっ、ごめん、ソーマ殿、大丈夫。轟音を上げて迫ってくる攻撃をさばききれず、とうとう俺はその一撃を食らってもんどり打っていた。本当にごめんなさい、つい手加減できなくて。いいんだ、大丈夫だから。さすがは鬼始末聞いたよ。手加減できなかったって、それってつまり最初から俺に勝ち目はなかったってことじゃないか。まさしく鬼のような強さだ。その、体を動かしてたら大丈夫かなって思ったんだけど、ソーマ殿の顔を見てたらいろいろ思い出しちゃって、それで、ああ、頭に血が上った感じで。ごめんなさい。
いろいろ恥ずかしかったんだろう。叫ぶように言って、ヨシヒロ殿は走り去ってしまう。それを見て、周りが、嫌にざわつき始めた。なんだか今日のヨシヒロ様の槍さばきは、乱れに乱れていましたね。ええ、容赦ない気迫のようなものも感じました。おそらく、それが原因かと。やはり、軍師殿が何かよからぬことをしでかしたのでは。大勢の前でボコボコに打ちのめされ、天津さえそんな風に噂され、俺にできたのは乾いた笑いを浮かべてごまかすことぐらいだった。まだあるね、これはね。もう一周回そうか、急いでね。あ、待って、回す前にここで、あ、いないな。多分回せばいるんじゃないかな、このパターンなら。いるか、あ、イベントが来るか。来たね、オッケー。なんで私、こんなに心が乱れてるんだろう。全然ヨシヒロあれだよね。ファイブの時も、トーマに恋をした途端になんか乱れてたよね。まあ、不審だからかな。この間の稽古のこと、ついボコボコにしちゃってごめんなさいって、ちゃんと謝らなきゃなのに。合わせるのがすごく恥ずかしいんだよね。なんで恥ずかしいんだろう。ちょっと前まで普通に話せたのに。一緒に壺に入った頃からかな。だって外であんなことしてるんだもん。ああ、何考えてるの私。ソーマ殿とあんなこと、あんなこと煩悩退散、煩悩退散。大変だね、ヨシヒロ。ダメ、やっぱり頭から離れてくれない。どうしてもソーマ殿を意識しちゃう。なんでなんだろう、こんなの初めて。って、あれ、意識って、あ、そっか、ここで気づくのね。ソーマ殿、男の人として意識してるの？つまり、その…どうしよう。そうなんだ、私、男の人としてソーマ殿を…大変だね、ヨシヒロ。そこに落ち着くの？ボコボコにしちゃったもんね。とにかくその謝らなきゃ、この間のこと、ちゃんと謝らないと。お、ね、意識したから謝りに行けるようになった？ああ、行けるようになったけど、それ以前の問題か。またターンを回しましょう。急げ急げ。ノトコフに疫病、こっちに回ってこなきゃ何でもいいや。よいしょ。お、どうすんだよ、分けなくてもいいのにな。なんで夜を選んだの、ヨシヒロさんや。何度も繰り返し深呼吸して心を落ち着ける。大丈夫、ただ謝るだけ、それだけのこと、何も難しいことはない。自分にそう言い聞かせて、中にいるソーマ殿に声をかけようと口を開き、だめだ、声が続かない。
えい、しっかりしろ私、鬼島津ともあろうものが声すらかけられないなんてみっともないじゃないか。いえ、言うんだ。やっとの思いでようやく吐き出すように言い終える。それだけで一仕事終えた気になって帰りたくなったけど、中から返事はない。明かりはついているのによくよく見れば気配を感じなかった。せっかく勇気出したのにね。へらへらと力が抜けていく。あれだけ勇気を振り絞ったのにまさか空振りなんて。なんかバカみたい。何やってるんだよ吉弘殿、まさかのここで帰ってくる。まあそんなもんだよな。まあそういうもんだよね、やっぱり。危ない、びっくりした。いきなり投げなたで攻撃してくるなんて。おまけになんて悲鳴だよ、吉弘殿。え、投げなたどこに持ってるの。びっくり。びっくりしたのはこっちだよ。いきなり後ろから驚かすなんて。いや、脅かしたつもりはないんだけど。川屋から戻ってきたら牛色殿が何やら部屋の前で暴れてたから声をかけただけだし。あ、暴れてなんかない。ただちょっと用事があって。そうか、まあとりあえずここじゃなんだから部屋に入ってくれ。なぎなたを持ってくる用事ってなんだろうね。一つ思ったんだけど。うん、そうさせてもらいましたもん。で入りまして、ひとまず吉弘殿を落ち着けようと茶を立てる。それを二人とも飲み干してようやくほっとした吐息がこぼれるのが聞こえた。結構なお手前で美味しかったよ。そう言ってもらえるとこっちも嬉しいよ。それで俺に言おうって。佇まいを正して吉弘殿が頭を下げた。大変失礼なことをしました、そうだな。少し心が乱れていて、どうにも手加減ができなくてあんなことに。本当に申し訳ございません。このことなら気にしないでくれ。あれから俺も考えていた、なぜあんなことになってしまったのかを。おそらくは倉庫での一件を引きずっていたんだろう。ああいうことに免疫がないみたいだし、それで心が乱れ、自制心が働くなってなくなった。そんなところだろう。さっきもびっくりしたからって、いきなりなぎなたで抗議してくるぐらいだし、これはもうそういうもんなんだと諦めるしかない。次からは俺も気をつけるよ。だからそっちも気をつけてくれ。それでお互い恨みっこなしってことでどうだ？優しいお言葉、残機に耐えません。私はあんなにひどいことをしたのに、ソーマ殿って、広いんだね。そんなソーマ殿が私やっぱり好きみたい。え？え？あ、今のやっぱり出す気はなかった言葉だったんだね。不意打ちのようにとんでもない言葉が聞こえてきた。あまりにさりげない言葉だったので聞き逃してしまいそうになるが、無視するには重大すぎて思わず手にしていた茶碗を落としてしまう。しかも本人までキョトンとしながらそう尋ねてきて仕方なく答えた。俺のことがその好きだって。ああしまった、考えてることが勝手に口から。プシューと頭上から湯が吹き出しそうな勢いで吉弘殿の顔が真っ赤に染まった。落ち着け吉弘殿、とりあえず一旦落ち着いて、その薙刀を下ろして、下ろして。
振り上げられた刃がギラリと光る。深呼吸して、な、出ないと次はさすがに俺もかばいきれないぞ。暴力沙汰はご法度だぞ。だから深呼吸して。深呼吸というには激しい呼吸を繰り返し、薙刀を振り上げたままの格好でかろうじて動きが止まる。やがてようやく落ち着いたのか、それがゆっくりと下ろされて肩が落ちた。またバカなことをしでかすところだった。本当、なんで私ってこんなに落ち着きがないんだろう。なんで薙刀を持ってきたんですか。おまけにあんなこと、あんな簡単にポロッと言っちゃうなんて、末代までの恥だよ。まあ人間誰しもうっかりするってことはあるんだし。あのだけど、その再び顔を赤くしながら、義弘殿が真剣な表情で俺を見つめた。私の気持ちは、相馬殿を好きだというこの気持ちは本物だよ。半ばやけくそのようにその目尻には涙が浮かんでいた。告白になっちゃったけど、それだけは本当で本気だから。照れて真っ赤になって羞恥して、浮世ながらも思いを告げて、答えを聞く前に肩を落とす。そして最後に、それでも一筋の希望を夢見るように、義弘殿は俺を上目遣いで見つめてきた。くるくると表情が変わっていく様子は、戦場での凛々しさとの激しい落差を感じさせたが、それだけに余計に可愛くも思えた。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいよ。よかった。緊張をはらんでいた顔がほっとしたようにほどけていく。あの、じゃあさ、そばに寄ってもいい？ああ、構わないと思う。ちょこんと言葉通りに義弘殿が隣に腰を下ろす。その時、ふわりと良い、いい匂いが鼻をくすぐった。甘く、それでいて爽やかな匂いで、脳がしびれるような感覚が駆け抜けていく。あれ、どうして離れようとするの、相馬殿。あ、いや、その、あはははは、は変な気分になりそうだったから、なんて言えるはずもなく、笑ってごまかす。すると何かに気づいたように表情をハッとさせて、続いてまた耳たぶまで真っ赤になりながら、義弘殿はもじもじと床を見つめた。そうだよね。なんていうか、その、分かってるんだよ。壺に押し込められた時に気づいたっていうか。はい？男と女は、詰まるところそういう生き物なんだって。ああ、そういうこと？ここからそこですか。私、殿が相手なら覚悟はできてるから。その覚悟で薙刀は怖いんですけど、覚悟って、男女の睦ごとに免疫がなかったことや、さっきの言葉で義弘殿がおぼこだということは容易に想像がつく。なのにそこまで言うなんて、本人が言う通り覚悟がなければ口にはできないセリフだ。今私とっても恥ずかしいこと言ってる。その自覚はあるよ。でもきっと今この瞬間を逃したら二度と言えないと思う。だからその相馬殿のピッと緩んだ、潤んだ瞳が俺を見つめてくる。声は消え入りそうなほど小さく、泣き出す寸前のように震えていた。それだけで勇気を総動員させたのがわかる。あの勇猛果敢な島津義弘が、鬼島津が思いを伝えるためだけに、伝えるためにどれだけの勇気を振り絞ったんだろうか。その思いを無限にはできず、うなずいてその体を引き寄せる。わかった。その思い、受け止めさせてくれ。本当？相馬殿。
ポロポロと涙を流しながら、ヨシヒロ殿がギュッと俺の体を抱きしめる。だが、すぐに何かを思い出したように見上げてきて、不安げに尋ねてきてきた。あの、もう一つお願いがあるんだけど、いいかな？はい？ああ、何でも言ってくれ。それでそうか。おぞぞと差し出されたのは手ぬぐいだった。思わず殴らないように縛ってほしい。もう一つのお願いに面を食らいつつも、ヨシヒロの願いを聞き入れた俺はヨシヒロと一夜を過ごした。慣れないことに疲れたヨシヒロは今横ですやすやと眠っている。たまにいるね、この感こういう系統の話、反射的に殴るから。まあ初めてだもんな。なのにあんな激しくしたらそれは疲れるよな。満ち足りたような寝顔を眺めて、ゆっくりと起こさないように俺も体を横たえるのだった。あ、もう一回あるな。もう一回か。ちょっとギリギリになってきたんだけど、まあ行こうか。もう一回で終わるでしょう。そんなに長くないだろう、最後。ヨシヒロ殿との熱い一夜からしばらく経ったと、経ったとある日のこと。あ、ヨシヒロ殿、ちょうどよかった。今そっちに会いに行こうと思って。なんですと？言い終える前に、ダットのごとく、その姿が消える。おい、ヨシヒロ殿、どうしたんだ？消えた背中に向かって叫ぶと、曲がり角の向こうから顔戻さずに声だけが聞こえた。ダメ！あの日から余計に恥ずかしくて、相馬殿の顔、まともに見らんないよ。まさかすぎるわ。顔も見られないって。とにかくそういうことだから、用事があるなら後で文でも書いてよこして。それじゃ。待ってくれ、ヨシヒロ殿。再び叫ぶが、帰ってきたのは走り去っていく足音だけで、やがてそれも聞こえなくなってしまった。なんてこった。あまりの展開に思わず空を見上げる。まさかこれからずっとこんな感じなのか。一難去ってまた一難だが、けれどもヨシヒロ殿とならそれも楽しそうだと思う自分が確かにいた。ということで、最終的にヨシヒロさんとはヨシヒロは最終的には克服できず、自敗だったって感じだね。今まで何人かいたけどね、そういう恥ずかしかったから克服をするみたいな。ちょうどあれだよね。家計重蔵？違うね。霧隠れ才蔵か。霧隠れ才蔵が蔵を開けた時のショックでミスをしまくった結果、一晩みたいな感じだったんだけどね。あれとちょうど真逆だね。治らなかったね。なんなら悪化したね。離れていくし。でも今回のヨシヒロ可愛いね、随分と。ちょっと面白かったよ、今回のは。普通に。よし。では、今回はこの辺にいたしましょう。あと5人ぐらいか？ 5 人いないのか？ あ、いや、5人かな。ちょうど。ちょうど今5人だね、あと。あと、早ければちょうど 5% 短ければ 4% ぐらいかな。これぐらいの時間で頑張っていけば 4% 3% ぐらいで終わりそうな気もするんですが、まあそれ以降はさっきも言った通り5の方をしていきたいと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。